まそうだぜ。朝9時4分、アトランタ。10分、アトランタ、ジョージア。曇り。
時53分アトランタでリーファーの給油完了、出発。7733、うん、ずぶ濡れだ。乾かしながら
メって書いてある。トラック右ダメって書いてある。ダメじゃん。行かれないじゃん。もうナビゲーション。でも最近できたっぽいな、このサイン。どうしたらいいか。バンク。
Duluth. Duluth. D-U-L-U-T-H. Duluth, Georgia. 渋滞してます。T シャツがびちゃびちゃなんだね。乾かしたい。ウェストエリアナンバー34ゴードンカウンティ。綺麗だなここ。アダーズビルジョージア。よし。あそこはきっと日陰だからああやって。
ターミナルに向かいます。パブリックサービス、ネシマルパブリックサービス、繰り返しておくと、やけどしない構造を誰かが発明してくれ、誰か発明してくれ。よし、自分が許してる。よし、面も
レードバリューのブロッコリー硬いんだよ。茎っこり硬いの。茎っこり。鶏肉はね、冷凍のやつにしてるんだ今。前生のやつ買ったらすぐ痛くなる。冷蔵庫がね、やっぱその車の走ってるバッテリーの電圧に左右されるから弱まるときはね、すぐ痛んじゃうんだな。だ冷凍のやつ買っとけばちょっと電気が弱まっても冷蔵ぐらいなんですか、もうちょっと冷たいと水分飛ばしたってさ、換気扇があるわけじゃないからさ、その水分っていうこの油とこの水蒸気はあれだよ、そのバッグの中に広がっていくんだよ。うまそうだね、料理 YouTuber できちゃうね。この人なんて言うんだっけ、あの調味料一個ずつさ真顔で言ってって最後うまいねって笑う人、このショートでよく言ってたらなんて言うんだろう、チャンネル名は分かんないでショートで言ってるからすげえ手際よく作ってくんだ和食を。トパスコ、トパスコ、これ食い切れないときはタッパウェアに入れて次の日まで取っとく。だけど電子レンジがないからこの鍋に入れて一番弱い火でのんびり温まる感じです。トラックドライバーがトラックの中で料理してるって知ってました？俺はこの仕事するまで知らなかったよ。よし、じゃあ火止めて食べよう。はい、本日の夜ご飯ブロッコリーチキンパスタ完成です。うん、おいしい、美味しいよ。だから YouTube でプロ野球ニュースでみんなが食べます。ごちそうさまでした。残してタッパーの会社に全部食べちゃったやってしまいました、全部食べてしまった。よし、これでクリーンアップ。クリーンアップはこのこれをジップロックに入れて、で、こういう洗剤、洗剤とアルコールを使って、さっきのペーパーみたいなので拭き取るということをいつもはやりますが、今日はここターミナルなんで、会社のターミナルなんで、ラウンジに洗い物ができるシンクがシンクであります。ということで、あとはシャワーを浴びて寝ると。まあ一日こんな感じです。お付き合いいただきありがとうございました。シャワーはねさすがにビデオ撮りませんけど、あ、じゃあ後でどんなシャワールームかぐらいの続きまで。今からシャワーを浴びに行きます。トイレとシャワーはこういうターミナルかトラックストップですることになります。毎回毎回歩いていかないといけません。雨の日は濡れます。なんか虫がいっぱい飛んでる、虫がいっぱい飛んでるよ、やだね。